第1ラウンドが始まりました。共に左足を前にしています。いやこちらも、はい、年齢差が涌井選手が43歳、はい、駒日選手が21歳、うんうん、すごい年齢差ですけれども、そうですね、ベテラン涌井に駒日雄太が挑む一戦です。駒日雄太は7月のディープ大阪大会で勝利を挙げています。ローキックを打っていく。結構バチバチいきますね、はい、打撃コンビネーション。ローキックから組み立てていく駒根千太です。ここから何か狙ってるんですかね、足利かして、はい、構わず前に出ていこうというのは涌井忍。涌井さんはどうですかね、打撃付き合って組狙うんですかね。はい、前に出ていきます。緊張感ありますね、はい、一発で終わる可能性もありますよ。そうですよね。強振していくのは駒根千雄太、本当にどこかで当たればというところ、はい、でもやっぱ奥井さんは見てますよね、パンチも、プレッシャーもかけてますし、ちょっと駒根選手パンチ出さされてる感じありますよ。プレッシャーで行くぞ行くぞっていうプレッシャーで、はい、パンチ出さされてる感じあるんで、打ち割りとかカウンターとかもあり得りますね。そこまでをしっかり見据えて涌井と。そうですね、前に出ていく。連打で前に行ったのは駒根千雄太。ローはいいですよ、はい、ローキックを連打しています。右のキック変わらず涌井がプレッシャーを与えていきます。庄司選手はどういうところを期待してこの後の打撃、あるいはこの両者のぶつかり合い見ていきたいですか。もうそうですね、もうこのまんまですよね、このもう、はい、打ち合いで、うん、はい、もうどこで強いのを当てるか、どっちがどっちもこれ今可能性ありますから、うん、はい、おー、右が当たった。駒根千雄太の一撃、庄司選手のお話通りでしたね。その通りでしたね。一撃が突き刺さりました、駒根千雄太。いやこの駒根千も昼の開催でも駒根千龍太というファイターがいたんですけど、はい、同じ所属ですよね。そうですね、まあ、もう駒根千って言ったらね、ビートたけしのあの駒根千とか思い出したんですけども、はい、それ以上にも衝撃的な、はい、はい、本当にでしたね。一撃でしたね。素晴らしいですね。いやこれは目の覚めるような一撃でした。いやもう本当お話の通り、どちらがどこで狙っても当たってもおかしくないというところで、素晴らしい一撃でした。どうやら涌井の方も無事に立ち上がってという状況ですね。大丈夫ですかね、ちょっと記憶飛んでっちゃってるかもしれないですね。はい、どうですか、庄司選手もこの激闘で代名詞といえば庄司選手ですけれども、はい、やっぱりこの打撃で応酬した後っていうのは覚えていないっていうこともあるわけなんですか。まあ、僕はあんま飛ばないんですけど、はい、やっぱり飛んじゃいますよね、意識が一瞬。いやーこのウェルター級ならではというところでもあります、この一撃。いや素晴らしいですね。
や若いファイターも本当にこうこの後が期待できる、はい、どんどん出てきますよね。いやしびれましたね、はい、強烈な一撃でベテラン涌井を粉砕しましたのは駒根地雄太、1ラウンドで仕留めております。